こんにちは。ボナルチャンネルのマサです。やでーす。ボナボナ。はい、ということで久々のグランド企画。今まで何度か的当てをやったんですけど、今日はセカンドベースからの送球でホームにあるこのバットにどっちが先に当てられるかというプレゼント対決でございます。自分にやったプレゼント対決よっ。お互いバッテですね、今回。そうですね。今回のルールを説明しますと、はい、ピッチャーが投げた球を、まあ、僕たちはキャッチャーですね、役をキャッチャーなんですけど、まあ、セカンドベースから投げるんですけど、中腰になってこうやっと、うん、盗塁ね、盗塁を刺すイメージで、うんうん、ホームベースに立ったこちら、はい、バットさんですね、はい、これより先に頭を立ち、ワンバウンド、ツーバウンド、OK、まあ、OK じゃないです、アウトにすればいいんだから、OK、ということで、早速やっていきましょう。ではやっていくよ。よっしゃ、よし、先行だ。復旧交代でいきます。で、取って投げる、いきます。イケメン早えよ。絶対やる気がしたけどね、今ここで来ると思ったけど、早えんだよ。あれ、そういう練習じゃないじゃねえよ。いや、押せるんだよ。いや、ふざけ終わった。お前がだろ。お前がだよ、ふざけて。いけた。これ横から見るとヒヤッとする。今惜しかったと思う。もうあのね、野球ボール投げるのリアル1ヶ月ぶり疑惑出てたよね、本当に。はい、受け目。あー、全然ダメ。いやー、全然ダメだ。長い戦いになりそうです。5球目。はい、お、来たんじゃない。あー、惜しい。バウンドだと変わっちゃうね。うん、そうだね。10球目。はい、うわ、惜しい。惜しい。惜しい。一発で決めますよ。いくぞ。えい。1球目。えい。バカ野郎。どんなボケが来るかと思った。パーフォールや。あ、倒れてる。勝ちです。1球目。えい。はい、はい、惜しい。惜しい。3球目。はい、やべやべやっぱ。難しいんだよね、これ。3球目。はい、やばいな、草野球やってるやつ。わぁ、6球目。はい、あー、ダメだ。1球目。危ねぇ。惜しかった。危ねぇってなった。ラスト。はい、くそ。やっぱ全然ぶっ、うん、結構運絡んでくるな、俺らの実力だと。いくぞ。あのね、中腰がもうきついです。ラスト、最後。やだー、あ、ダメだー。うっそー。2セット目。そろそろ飽きたでしょ、皆さんの。あ、出ます。いやー、はい、はい、はい、来た。はい、はい、やれやれ。そう、これがまさかなんだ。
分かった、俺ができなかった範囲、帽子の向きがこっちじゃなかったキャッチャーだもん。これで多分当てられるでしょ。っていうかマジで肩痛いから早く当てないと終わらない、終わる。ラスト。うん。やった。来た。やめ。えい。レッレッ。よっしゃー。ですね、僕たちの実力では当たらないということが判明したので、はい、前から投げます。距離を約半分にしてやります。多分カット相当されてるけど結構投げたよね。もう分かんないけど投げたんですけど、かすらないっす。グラウンドのね、時間もあるんでちょっと前から。ただあのピッチングじゃなくて早急にしよう。そうだね、だからこう投げて取って、はい、お願いします。よし、じゃあ行きます。はい、急に近いんだけど、こうして投げすぎた。あと使うよこれ。6球目。はい、これ当たんないよ。6球目。はい、まずい。6球目。はい、もう一個分かった今。あーさっき、あった。うわー、今当たったでしょ。俺に任せた。いきます。はい、違います。どっちが正しいですか、皆さん。当たるな。これ当たりそう。これ当たりそう。若干山になってんのちょっとあれや。当たる当たる。おい。まずい。さ、うわ、うわ。おい、ここで決めるぜ。よいしょ、よいしょ。さ、そろそろ終わりたい。最後か。さあ、ゲールでいきましょう。決め。支えにしてたボールに当たったんだけど、こうシュートしてここ当たったんだよね。逆にすごいだな今。OK ね。うん、はい。おお、当たってんじゃんもう。8球目。はい、はい。8球以内で当てたら勝ちな。ここで奇跡を見せるぜ。行くぞ。しょい。決め。おい。やめ。一気にだらば。3球目。おい。よっしゃー。出た。大谷翔平だ。